松坂大輔は高校時代自分たちの代になってから公式戦は無敗、さらに甲子園で見せた準々決勝からの圧倒的な投球パフォーマンスは多くの野球ファンを魅了し、平成の怪物と呼ばれるようになりました。その後ドラフトで西武ライオンズに入団すると、プロデビュー戦から圧巻の投球を披露するなど、まさに怪物ぶりを発揮し、あっという間に球界のエースに。4年に一度の野球の祭典 WBC でも MVP に輝く大活躍をするなど、まさに怪物と呼ぶにふさわしいものでした。その後メジャーへと挑戦していくわけですが、今回の動画では松坂がアメリカに渡るまでの野球人生を振り返っていきたいと思います。松坂がどのように平成の怪物となり球界のエースとなったのかを少しでも知れる動画にしていきたいと思いますので、歴史の1ページを振り返る準備ができた方はご一緒にどうぞ。1980年9月13日、東京から里帰りしていた母親の実家がある青森県で生まれた松坂は、その年の甲子園を沸かせた早稲田実業の荒木大輔の下の名前にあやかり、大輔と名付けられ、小学3年生の時に東京都江東区にある東洋フェニックスに入部し野球を始めました。松坂世代の一人であり、後にプロ野球選手になる小屋の栄一は、当時同じ地区の少年野球チーム辰巳のエースとして松坂と戦った過去を振り返り、僕にとって常に勝てなかった人間でも、勝ったことがないからこそもう少しなんとか頑張れば追いつけるかなという思いで、ずっと諦めずにやれたのかなと思うんすよね、と松坂は幼少期から野球の才能の片鱗を覗かせていたと話しています。そして中学生となった松坂は江戸川南リトルシニアに所属、当時指導していた大枝重明は松坂の第一印象を、小さくて小太り、この子が活躍するとは思わなかったとあまり期待していなかった様子でしたが、中学 1,2 年で背が伸びて変わってきましたね、ピッチングに豪快さはなかったですが非常に安定していて負けませんでしたと、少しずつ期待を感じ始めるのでした。しかし当時の松坂は根っからの練習嫌いと言われており、それを象徴するのが松坂が試合でホームにスライディングをしてアウトになった際に、キャッチャーのブロックで足をひねったと言いながら足を引きずって戻ってくると、チームメイトは走りたくないからわざとだろうと疑い、松坂の足首を蹴って遊ぶほどで、次の日の練習にギブスをして現れた姿を見て本当に骨折していることがわかるというほどの狼少年ぶりでした。それでも松坂は選手としての成長を続け、チームを2年秋の関東大会優勝、3年春の大会3位、夏の大会で再び優勝に導くほどの強さを誇りました。その中で指導者の大枝は、自身が怪我で野球を諦めた経験から、子供を指導する上で勝利よりも無理をさせないということを徹底しており、3年夏の大会でエースナンバーを背負い4試合に登板した松坂も全ての試合を4回で交代、準決勝では肘の痛みを訴えたため決勝には登板させませんでした。こうした大枝の指導方針によって、中学時代に肘や肩を消耗しなかったことが甲子園での活躍につながったのかもしれませんね。そんな松坂は中学卒業後の進学先として、当初は甲子園に最も近い高校と考えていた帝京高校への進学を考えていましたが、松坂が中学日本代表に選出された際、神奈川に拠点を置く中本木リトルシニアから代表に選ばれ、横浜高校への進学を決めていた小池、小山、時和の3人からの誘いを受けたことで志望校の変更を決断しています。この誘いが横浜高校の松坂大輔が誕生するきっかけとなる大きなターニングポイントとなったのです。そして96年横浜高校に入学した松坂でしたが、横浜高校はその年の春の選抜で甲子園にも出場するほどの強豪校ということもあり、中学で名の知れた多くの選手が集結、その中で当時の松坂は特に目立った存在ではありませんでした。そんな中、その年の横浜高校は夏の神奈川県大会を制し、夏の甲子園にも出場、松坂のベンチ入りは叶いませんでしたが、甲子園練習でバッティングピッチャーとして練習に参加し、スケールに圧倒されたまま練習に入りましたと後のインタビューで語るほど、当時の甲子園の実感がなかったことを明かしています。結局その年の横浜高校は3回戦で福井商業に敗れ全国制覇とはならず、3年生は引退、甲子園のグラウンドからの景色、戦う先輩たちを間近に見た松坂の練習にはより一層気合が入ると思われましたが、高校でもサボりの松と呼ばれるほどで練習嫌いは改善されず、しかしながら持ち前のセンスとポテンシャルでめきめきと頭角を現すと、新体制となったチームではすでに主力として活躍を見せ、秋の県大会には先発で登場、エースの座をすぐに掴み取りました。ここまでを振り返ると、まるで才能だけで成り上がってきたと思われるかもしれませんが、引退後のイベントで松坂は、小さい時から人前で一生懸命練習するのがどこか恥ずかしかった、自分で言うのもなんですが見えないところで僕は相当やってたと思いますと、実は陰で練習を積んでいたことを明かしており、大して練習もしないでと思われてたかもしれないですね、でもそれがかっこいいと思ってたと自分なりの美学があったと言います。しかしその松坂の考え方を180度変化させた試合が2年夏の県大会の準決勝でした。2年連続の甲子園出場を目指す横浜高校は、横浜商業と熱戦を繰り広げ、8回終了時点で2対1とリードしていましたが、9回裏に松坂
中が同点に追いつかれ、なおもワンアウト一三塁のピンチを背負います。そこでスクイズを外そうとした松坂の投球が高めにそれ、当時バッテリーを組んでいた3年の小山義雄はこれを取ることができず、冒頭さよなら負けを喫してしまいました。この結果に松坂は涙を流しながら言い訳することなくみんなに謝罪しており、その姿を見た当時の横浜高校監督の渡辺元則は目に涙を溜めてました。そんな姿を見たのは最初で最後、勝っても見たことがありませんでしたと、松坂の意外ともいえる一面について語っています。しかしここで経験した大きな挫折によって松坂は自分一人が上手くても強くてもチームは勝てないということに気づき、全体での練習態度を一変、自分の頑張る姿をチームメートにも見せ、チーム全体でレベルアップしていけるように取り組んでいくのでした。そして横浜高校が新体制となって最初に迎えた秋の県大会、松坂を中心にレベルアップしたチームは準決勝で夏に敗れた横浜商大を7対1で破るなど危なげなく勝ち進み、決勝では日大藤沢を9対0で圧倒し見事優勝。さらに勢いは止まることを知らず、秋の関東地区大会でも優勝し、この時点で松坂は普通に投げれば打たれないと感じ始め、ピンチでも動じない無双状態へと突入していきます。迎えた春の選抜では決勝を含む3試合を完封し優勝、後にプロ野球で活躍する村田修一を完璧に抑える投球を見せ、当時東福岡のエースでもあった村田は2個の三振を奪われて、この時ピッチャーとして松坂に勝ちたいという気持ちよりもバッターとして打ち返したいという気持ちが芽生えたと、松坂との戦いが野手に専念するきっかけになったと語りました。このように向かうところ敵なしの横浜高校でしたが、部長を務めていた小倉清一郎は松坂に対し、まだまだお前は良くなる、やらなきゃいけないことがたくさんあると言い、指導の手を一切緩めることなくアメリカンノックでフィールディングを強化。その結果松坂は一番きつい練習だった、でもプロに入ってからフィールディングは全然苦労しませんでした、高校時代毎日嫌になるくらい練習させられましたからと、高校時代の土台がプロでも活躍する要因となったことを語っています。こうして夏にかけてきつい練習を乗り越えた選手たちは甲子園の予選となる東神奈川大会6試合で77得点、失点は3という異次元の強さで甲子園出場を決め、春夏連覇に向けての弾みをつけます。そして優勝候補筆頭で甲子園にやってくると、3回戦までも順当に勝ち進み、松坂は全ての試合を投げて許した失点は1点のみ、2回戦では自らのバットでホームランを放つなど、バットでもその規格外ぶりを見せつけました。そして迎えた PL 学園との準々決勝、ここから3部作として高校野球史に名を残す名勝負が繰り広げられます。この試合でも先発マウンドを託された松坂はここまで25イニング連続で無失点を継続していましたが、2回にまさかの3失点、ここから PL 学園が得点すれば横浜高校が追いつくという展開が続き、9回で5対5の同点のまま延長戦に突入、11回には松坂のヒットからチャンスを作った横浜高校がこの試合初めてリードを奪い、勝負を喫したかと思われましたが、 PL 学園も意地で追いつき試合は続行します。攻撃陣は毎回のようにチャンスを作り、ついに16回、横浜高校が延長に入って2度目の勝ち越しとなる1点を追加し、松坂は15回まで4イニング連続で三者凡退に抑える気迫のピッチング、長い戦いに終止符が打たれたと覚悟しましたが、 PL 学園も負けじと再び同点に追いつきます。この展開に引き分け再試合の雰囲気も漂いますが、直後の17回、松坂を横浜高校に誘ったうちの一人である時和がツーランホームランを放ち大きな2点を追加、最後は松坂が PL 学園を三者凡退に抑え、17回250球を一人で投げ切るという死闘を終え、準決勝進出を決めました。続く明徳義塾との準決勝、前日250球を投げた松坂は明日は投げませんとコメントを残していましたが、代わりに先発していた袴塚と斉藤が明徳義塾の打線につかまり、8回表までに6失点、対する横浜高校は無得点という絶体絶命の状態を迎えます。しかし8回裏、守備の乱れからチャンスを作った横浜高校は一挙4得点で2点差まで迫ると、テレビには右腕に巻いたテーピングを剥がす松坂が映し出され、その姿には甲子園だけでなく日本全国が湧き上がりました。この時監督の渡辺は淡々と試合が進んでいて、どうせなら最高のメンバーと戦って負けて帰ろうと思っていたんですよねと、半分諦めた思いで松坂をブルペンに送り出していたといいます。そして9回のマウンドに上がった松坂は昨日の疲れを感じさせない投球でしっかりと3人で打ち取ると、その裏横浜高校は怒涛の攻撃を見せ、なんと劇的なさよなら勝利、松坂の登板が監督渡辺の予想を超える奇跡を呼び込みました。こうして2試合連続で甲子園を沸かす死闘を繰り広げた松坂には大きな注目が集まり、5万5000人という大観衆の中行われた京都成章との決勝戦で松坂はノーヒットノーランを達成、ここに平成の怪物が誕生し、横浜高校は公式戦無敗での甲子園春夏連覇を成し遂げたのでした。さらに国体も制し、新チーム発足から引退までの公式戦44連勝という史上唯一の記録を残すと、80年生まれの選手たちは松坂世代として称されるようになり、華々しい松坂の高校野球生活は幕を閉じました。そんな幼い頃から野球の才能を見せ、後にプロで活躍するような選手を含む高校球児たちを打ち破り、ここまで数々の伝説を残してきた平成の怪物松坂大輔の物語はまだまだ始まったばかりで、プロ野球の世界でもその才能を
を存分に発揮していくのでした。1998年のドラフト会議では松坂以外にも上原浩二、福留孝介などをはじめとする記録にも記憶にも残る選手が数多く輩出された年で、ドラフト屈指の当たり年となりました。そんな中、松坂を指名したのは日本ハム、横浜、西武の3球団で、抽選の結果西武ライオンズが交渉権を獲得。しかし松坂は当時横浜入りを希望しており、一時はプロ入りを拒否、社会人入りを明言し、3年後のドラフトで逆指名制度を使用してプロ入りする可能性を示唆します。これについて松坂は進路相談をしていた横浜高校の監督渡辺と部長小倉のセリーグの野球はいい、地元横浜の応援はいいぞ、高校 OB もたくさんいるとアドバイスを受け、恩師である2人に配慮してこのような考えに至ったと言われていますが、松坂自身はすぐにプロで勝負したいという気持ちもあったのだそうです。いくら怪物といえど、当時18歳で一度入団を拒否したその言葉を撤回するのは非常に困難で、松坂の本心を隠させてしまっていることに対して小倉は謝罪し、進路変更は恥ではないという言葉をかけると、西武のスカウトに対し、松坂は頑固だから社会人の3年間は遠回り、投手の3年は長いという言い方ではなく、お前の力が必要だとその気にさせてくださいとレクチャーをしたそうです。そして交渉を重ねた松坂はドラフトから約2ヶ月後に西武入りを決断。会見ではドラフトの時とは打って変わって笑顔の松坂の姿があり、こうして平成の怪物のプロ野球人生が幕を開けたのでした。すると2月の春季キャンプではスーパールーキー松坂を一目見ようと連日多くの人が集まり、投手の練習場から球場まで移動できないという問題が発生。ここで西武は松坂と背格好が似ていた谷中慎二を影武者として仕立て上げ、監修を分散。そんな規格外の春季キャンプを終えた松坂は4月7日の日本ハム戦でプロ初登板の先発マウンドに立つことになるのですが、その姿には日本全国からの注目が集まります。1回先頭の井出に対してまっすぐの見逃し三振でプロ初三振を奪うと、続く小笠原を変化球で翻弄しピッチャーゴロ、そして3番のこの時打率5割と絶好調だった片岡は155キロのストレートに大きく体勢を崩し三振となりました。その姿を見た球場はどよめきに包まれ、三振を喫した片岡はあんなキレは見たことない、正直手が出なかった、曲がってからも強いスライダー、あの一球で相手が高校生だという考えを頭の中から消したと、最後の直球の前に投げたスライダーから松坂の異次元さを感じたといいます。こうして初回を完璧に抑えた松坂はその試合を8回2失点に抑え、プロデビュー戦を勝利で飾りました。その後の試合でも好投を続け、自身の力をプロの世界でも存分に見せていく松坂は5月16日のオリックス戦で当時5年連続首位打者を獲得し、日本一の打者として君臨していたイチローとの初対戦を迎えます。入団記者会見ではイチローさんを力でねじ伏せたいそう語っていた松坂に対し、イチローは持てるものを全部出してほしい、僕もそうするとその対決に全力で挑むことを誓い、平成の怪物と天才打者の夢の対決が実現したのでした。この試合いきなり初回に迎えた初めての対戦でイチローを追い込んだ松坂はまっすぐで勝負を仕掛けると、それに反応したイチローはファールに、しかし続けて投げた外角高めのまっすぐにはイチローのバットも空を切り空振り三振を奪われます。続くイチローの第2打席はパスボールなどもあり、2アウト2、3塁のピンチで迎えますが、1打席目とは打って変わって変化球を中心に組み立てスライダーで見逃し三振、そして3打席目今度はまっすぐだけで一郎を追い込み、決め球にキレのあるスライダーを選ぶとまたしても三振を奪い、松坂は一郎との初対戦を3打席連続三振、結果で見ても完璧に封じ込めたのでした。そんな松坂はこの試合オリックス打線を寄せつけず8回無失点で勝利投手となったのですが、ヒーローインタビューではいまいち今まで自信が持てなかったのが今日で自信から確信に変わったと思いますと今も語り継がれる名言を残しました。対戦した一郎の3打席連続三振は94年の9月に近鉄の高村に帰した以来で、なかなか胸のマークが見えてこないと打ちづらさを分析、また後半でもあれだけのスピードを出せるんだから基礎体力があるのでしょうと賛辞を送り、日本が注目した対決は松坂に軍配が上がりました。このように自信を確信へと変えた松坂はその年高卒ルーキーながら16勝5敗、防御率 2.60 という成績で45年ぶりの高卒新人最多勝と33年ぶりの高卒新人投手新人王を獲得し、シーズン前に10勝できないと思っていた人たちを見返すことができました、どうだという感じですねとその喜びを語りました。迎えた2000年シーズンでは2年目ながらも球団初の10代で開幕投手に抜擢され、勝ち星こそつかなかったものの7回3失点で見事にその役割を果たすと、2年目のジンクスをものともせず14勝7敗の成績で2年連続の最多勝利に加え最多奪三振の投手2冠に輝きます。しかしこの年の9月松坂の現在の妻で当時交際中だった柴田智代の自宅マンションの前で駐車違反を犯すと、8月には時速50キロオーバーのスピード違反で免停状態になっていたこともあり、球団広報課長の黒岩明が身代わり出頭をしていたことが判明。その結果松坂は無免許運転と駐車違反、黒岩は犯人隠蔽の疑いで書類送検され、松坂は罰金を支払うとともに1年間の免許取り消しとなりました。さらに当時の松坂が交通安全のイメージキャラクターに起用されていたということもあり、世間からは
は大きなバッシングを受け、球団からは無期限の自宅謹慎が言い渡されますが、1ヶ月程度でさらっと復帰。そんなやらかしをしてしまった松坂でしたが、2001年の3年目シーズンも開幕投手を務め、エースとしてチームを牽引し15勝を挙げると、史上初めての高卒ルーキーイヤーからの3年連続最多勝利に輝き、2年連続最多奪三振も獲得しました。一方でシーズンを通して好不調の波が激しいシーズンにもなり、勝利数と同じリーグワーストの15敗を喫するという課題も残す1年となりますが、投球回が驚異の240イニングを超え、両リーグ唯一の15勝だったことから沢村賞も受賞。こうしてプロ入り後も高卒ルーキーながら即戦力としてチームの勝ち頭となり、一躍西武のエースとなった松坂でしたが、その後プロ野球では怪我という挫折を味わっていくこととなるのでした。2002年松坂入団時から西武の監督を務めていた東尾に代わって井原春樹が指揮を取ることとなり、井原の掲げた超攻撃的全員野球が見事ハマると、西武は4年ぶりのリーグ優勝。一方で松坂は開幕から無傷の6連勝を飾るなど、さらなる成長を伺わせる中で、5月に肘を痛めプロに入ってから初めてとなる故障離脱を経験します。その後8月には復帰をしますが、先発での復帰2戦目となる近鉄戦で自己ワーストとなる1回3分の2、8失点を喫する乱調で再調整に。結局シーズンでは6勝止まりとなってしまったことで、野茂英雄の持つルーキーから4年連続での最多勝は獲得することができませんでした。そんな中、リーグ優勝を果たした西武は日本シリーズへと進出し、松坂と同じく甲子園を沸かせたスター桑田、清原の KK コンビや松井秀喜を擁する巨人と日本一を争うことになります。この時まだ万全とは言えない松坂でしたが、日本シリーズの初戦の先発を任され登板、大舞台での輝かしい復活を期待されましたが、清原に看板直撃の特大ホームランを浴びるなど3回4失点で KO。 その試合で敗戦した西武は3連敗し、絶体絶命の状況で迎えた第4戦では西口が先発し、2対2の同点で迎えた6回に井原は中継ぎで松坂を登板させます。大切な初戦ともう後がない第4戦の同点の場面での起用には松坂に対する絶対的な信頼が伝わりますが、この試合でも松坂は4失点を喫し敗戦投手となってしまいました。この年は入団から順風満帆なプロ野球生活を送っていた松坂がプロで初めて経験するまさに挫折のシーズンでしたが、高校時代と同じように挫折を糧に這い上がるのが松坂で、シーズンオフからしっかりと調整を重ね、2003年には開幕こそ負けてしまいますが、6月までに怒涛の10連勝を挙げるなど完全復活。そのシーズンは16勝7敗で最多勝利は逃すものの、自身初となる最優秀防御率と最多奪三振を獲得し、さらにアテネオリンピックのアジア予選メンバーにも選ばれ、大会最優秀投手に選出されるなど、昨年の怪我を感じさせない活躍を見せました。そして2004年、松坂は開幕から約1ヶ月の間は好不調が激しく、2試合連続で完封勝利を収めたかと思えば、4月29日のオリックス戦で5回10失点、続く5月5日の試合でも5回9失点を喫するなど大量失点で一時は防御率が5点台まで悪化。その後しばらくの調整期間を経た松坂は中継ぎで2試合投げた後に自身の本来の力を取り戻し、2試合連続での完封勝利を挙げ、そのうち1試合は近鉄イヤグマとの投げ合いでお互いに9回までゼロを並べました。そして10回表にもマウンドに上がった松坂は見事に近鉄打線を抑え、その裏にチームがサヨナラ勝利を飾ると10回無失点で勝利投手に。また夏には日本が初めてプロ野球選手のみで固めたアテネオリンピックがあり、代表のエースとして選出された松坂はキューバ戦に登板。しかしそこで打者の放ったボールが松坂の右腕を直撃し、当時は周りの呼びかけに大丈夫ですと答えた松坂でしたが、その後のインタビューで痛かったです、感覚がなくなっていたし、大体で投げたら最初のスライダーは抜けたと語り、本当は無理をしていたことを明かしています。しかし幾度となく逆境を乗り越えてきた男はその後も完璧な投球を続け、8回を無失点に抑え、オリンピックでは5連敗していたキューバに対し初勝利を飾ったのでした。その後勝ち上がった日本は準決勝で唯一予選で敗れたオーストラリアと激突し、先発マウンドを託されたのは松坂。5回までに10奪三振を奪う好投を見せていましたが、6回に1失点を喫し、日本は結局その1点に泣くこととなり準決勝で敗退。3位決定戦ではカナダを下し銅メダルとなりましたが、松坂は銅メダルは意外にちっちゃかったですね、金だと大きく見えたのかな、近くて遠かったな金メダルと、4年前に出場したシドニーオリンピックでは逃したメダルを獲得しながらも金メダルを取れなかったことを悔やみました。そのシーズンはオリンピックでの離脱もあり、松坂個人の成績は10勝6敗に止まりますが、一時は5点台だった防御率を改善し最優秀防御率を獲得。そしてチームはシーズン順位を2位としながらも、この年から導入されたプレーオフで1位のダイエーを下し日本シリーズへ進出します。2年前巨人に1勝もできないまま終わった西武と対戦することになったのは落合率いる中日で、初戦は石井の好投もあり勝利。連勝して有利に戦いを進めたい西武の第2戦でのマウンドに松坂が上がります。この試合は西武が初回に幸先よく先制し、逆転された後も再び逆転を仕返しますが、松坂の投球が安定せずにまさかの6回8失点で、味方に6点の
の援護をもらいながらも負けてしまいます。日本シリーズという大舞台でなかなか本来の力を発揮できないでいた松坂でしたが、その信頼は下がることなく2勝3敗と中日に大手のかかる第6戦で再び登板。そしてこの試合では8回を2失点に抑え勝利し、運命の第7戦へとつなげ、その試合では再び松坂が中継ぎで登板するなど総力戦で連勝した西武は12年ぶりの日本一を達成したのでした。その後2005年には名実ともに球界のエースとして君臨していた松坂は開幕から安定した投球を続け、防御率 2.3 で最終成績は14勝を挙げますが、野手の援護が少なく守備の面でも失策が多いこともあり、13敗と負けもかさむ結果に。これに対し松坂は、誰も言わないから言います、今で始まったことじゃないですけど、球際に弱い選手が多いし、一つのプレーが軽すぎる、自分も含めてワンプレーに気持ちを入れていかないと、とチームに対して初めて苦言を呈するシーズンにもなりました。そして2006年3月野球世界一を決める大会 WBC の第1回大会が開幕し、松坂も日本代表のエースとして招集されました。日本プロ野球界で活躍するスター選手の他に、イチローや大塚といったメジャーで活躍する選手も集結し、まさにドリームチームとなった日本は、強打のアメリカやドミニカに対抗するために走り、つなぎ、守り勝つ、投手力を軸にしたスモールベースボールを構築。第1次ラウンドでは1戦目の中国戦、2戦目の台湾戦をコールドで圧倒し、台湾戦で先発登板した松坂は4回を投げ1失点の好投で勝利に導きます。続く韓国戦、日本は2点を先取しながらもロッテで活躍し巨人に移籍が決まっていたイースンオプに逆転のツーランホームランを放たれ、まさかの敗戦を喫しますが、2戦目までで1次ラウンド突破が決まっていたため、なんとか2位で通過。しかし続く2次ラウンドでは日本にさらなる試練が訪れます。2次ラウンド初戦、アメリカとの対戦となった日本は終盤でアメリカに追いつかれ、3対3の同点となって迎えた8回、満塁のチャンスに犠牲フライで1点勝ち越しと思われた場面で、アメリカ側がベースを離れるのが早いと抗議。これに対し審判が判定を覆し、最終的に日本は試合に敗れ、世紀の大誤審として語り継がれることとなります。続くメキシコ戦、アメリカに敗れ後がなくなった日本の先発は松坂。日本のエースが5回を1安打無失点に抑える好投でチームを勝利へと導き、最後の韓国戦へと望みをつなげました。その韓国戦では互いに0点で迎えた8回、先に韓国に2点を先制されると、9回に西岡のホームランで1点を返しますが、反撃を及ばずこの大会韓国に2度目の敗戦。さらに韓国はこの試合後、マウンドに韓国の国旗を立てるパフォーマンスを見せ、これには日本国民が激怒。キャプテンのイチローもその姿を見て、僕の野球人生で最も屈辱的な日になったと語り、怒りをあらわにしました。しかしメキシコがアメリカに勝利を収め、日本、アメリカ、メキシコが1勝2敗で並び、その中で最も失点率の低かった日本の決勝ラウンド進出が決定。そして準決勝で再び韓国との対戦を迎えることになるのです。この試合2次ラウンドの時と同様に、お互いが0点で迎えた7回、それまでこの大会で3番に起用されながらも不調で結果が出ていなかった福留が代打に送られると、復活のツーランホームランで先制。これに奮起した打線が最終的に6点を挙げ、見事接続を果たす勝利で決勝戦に駒を進めました。そして日本中の見守る決勝でのキューバ戦、先発マウンドに上がったのはエース松坂でした。日本が初回に4点を先制し、大きな援護をもらった松坂は先頭打者ホームランを浴びますが、4回までこの1失点に抑える好投で中継ぎにバトンをつなぐと、キューバの強力打線に反撃を受けながらも、日本がこの試合を10対6で制し WBC 優勝を達成。日本はこの大会多くの厳しい場面を乗り越えたわけですが、その中でも3試合に登板し防御率 1.35、 そして全ての試合で勝ち星を挙げた松坂は MVP に選出され、日本のエースとしてこれ以上ない働きで世界にその名前を再び轟かせたのでした。帰国後、たくさんのプロ野球ファンが空港で選手たちを出迎えており、この光景に松坂は、今まで優勝を実感することがなかったが、空港でたくさんのファンの出迎えを受け、すごいことをしたんだな、世界一になったんだなと思いましたと改めて優勝を実感。そしてメジャーに渡る前の最後の年となったプロ野球のシーズンでは、ドラフト制度導入後、同期入団の上原と並んで最速の191試合目の登板で通算100勝を達成、満を持してポスティングでのメジャー挑戦を表明したのでした。これには日本での実績や WBC での活躍を見た多くのメジャー球団が松坂の獲得に乗り出し、最終的にボストンレッドソックスが交渉権を獲得。レッドソックスの入札額はイチローや石井和久を大きく上回る5111万ドルで、日本円にして約60億円という当時最高額の評価を受けます。入団会見では松坂の背番号は西武時代と同じ18であることが発表され、松坂は開幕からメンバー入りしてワールドチャンピオンになれるよう少しでも力になりたいと目標を語り、メジャーでの新たな挑戦が始まるのでした。その才能を目の当たりにし、夢を諦めた人やそれを反骨心にプロ入りした人など多くの人の人生に影響を与え、常にその世代の先頭に立ち続けた男、松坂大輔。プロでも第一線で活躍し、見事世界一に輝くという華々しい人生を送り続けてきましたが、アメリカに渡った松坂は一転して苦悩の連続となります。そんな松坂のメジャー挑戦から引退までの歩みは別の動画で紹介したいと思いますので、ぜひそちらもお楽しみください。それでは。